はようございます、レジーナです。本日はもうこちらライブ配信で、朝活をやります。もうちょっとね、東京の天気は曇っていたり雨が降っていたりしてますが、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。では今日はですね、小顔の体操をまたやっていこうと思いますので配信していきます。はい、それでは正座になっていただいて、正座でない場合、椅子に座っている場合は必ず膝をピタッとくっつけた状態でやってください。でいつものように基本ので、まずはこっちの右のほっぺたを小顔にしていきます。で小顔にするときは、はい、 OK、 あ、わかりますかね。私も顔が、もう目の高さも変わりました。こっちだけ上がってる、こっちだけ、なんかもう 目の高さも眉毛の高さも変わっちゃいました。はい、で鎖骨のラインも今こっち下がってるの分かりますか。やった方、ちょっと今ね、体が不自然な感じで、ちょっとこう上がってこう下がってっていう感じになってるんですけど、もうほんと鎖骨のところがこう綺麗に、こう首が長く、で顔もキュッとするので、首が長くなると小顔に見えますっていう感じで、ちょっと反対だけだとこうね、気持ち、ちょっと自分でやってもやっぱ気持ち悪いと思うので、じゃ反対もやっていきます。もう 目の開き方も違いますね。今朝寝起きだからっていうのもあるけど、これやっぱり朝小顔やるといいですね。皆さんもぜひやってみてください。じゃあ反対もやっていきます。あ、顔がさっきよりも上がってきたっていう感じですね。こんな感じで小顔を作ります。で、こうやって、あ、揃った、よかった。ここの首の長さが長くなって、ここのラインも綺麗になります。はい、そんな感じでやってみてください。ということで、以上、小顔のレッスンでした。